高さが2メートルを越すぐらいまでふっと浮き上がってからドロンと落ちてくるカーブ、これでワンボール。第2球を投げました。直球打ちました。いい当たり、レフト線フライナーが飛んでペア長打コースになる。今レフトのフェンスに当たった。バッターランナーは1塁蹴って2塁へ、そしてレフトからボールが中堅に送られてきただけ、ツーベースヒット。5回が表品川店、この回もスコアリングポジションにランナーを出しました。今、一に入ってるストレートでしたね。はい、まあ、狙ってるボールだと思うんですけどもね。今日岡田くん、3ランダー、今日監督がね、岡田くん打つぞというふうに言ってましたけど、まさにそして、守る霞ヶ浦はここで継投です。背番号1、先発の市村投手から背番号10、真中投手へと継投ということになります。真中投手、9番。1回戦というところで、この真中投手は智弁和歌山に2つのホームランで追いつかれた後、そこのピンチもしのぎましたし、再三のこのピンチをですね、しのいできた。本当に素晴らしい制球力、テンポが持ち味のピッチャーです。広瀬さん、ここで継投ということになりました。そうですね、もうこれ以上点を離されると、まあ、中盤といえども苦しくなってくるんで、なんとかこの真中君でね、しっかりと抑えながら自分たちのペースに持ってきたいという思いの、まあ、系統だというふうに思いますけどもね、はい、背番号10番の真中唯子、3年生です。175センチ70キロ、右のオーバーハンドのピッチャーです。赤いグラブを身につけています。小さなテイクバックでピュッとこうしなやかに腕を振ってくるピッチャー、ストレート